私はかなこ。結婚して5年になる夫のゆうすけと二人暮らしの会社員だ。うわぁ、また体重増えてる。最悪。最近の悩みはどんどん増える体重。もちろん筋肉ではなく体脂肪で増えている。結婚して2年を迎えた時、30歳を前にしてなかなか子供を授かることができなかった私たちは産婦人科を受診した。その結果、私の方は問題なし。ゆうすけの種の数が少ないので、自然に子供ができることは難しいと言われた。どうしても子供が欲しかった私は、お金はかかるが、妊娠の確率が高い体外受精をすることにした。不妊治療の一環でホルモン剤を飲むことになった私は、たびたび体調を崩すようになった。かなこ、大丈夫か？横になった方がいいんじゃないか？うん、大丈夫。最初はゆうすけも心配してくれ、何かと気にかけてくれていた。不妊の原因が自分にあったということに責任を感じていたのかもしれない。その中でホルモン剤の影響とストレスが重なり、私の体重は増えていった。これまでの人生で太ったことがなかった私は、自分の体型の変化にショックを受け、ダイエットをするようになった。だけど、最近は、ゆうすけ、お前さ、何？別に、相変わらずデブだなと思って。つーか、また太ったか？は？別に太ってないよ。太った私をバカにして、デブ呼ばわりしてくる。嘘だな。ああ、前はあんなにスリムで華奢だったのにな。騙されたよ。ホルモン剤の影響もあるんだから、あんたのせいでもあるのよ。って言えたらすっきりするんだろうけど。さすがに、そんなことを言ったら、ゆうすけを怒らせるし、傷つけることはわかっている。ゆうすけへの不満や文句はいつも甘いものと一緒に飲み込んでいた。もう、こんなの食べたらまた太るってわかってるのに、食べないとやってられないよ。こんな毎日が積み重なり、私の体重は不妊治療を始める前よりも10キロ以上も増えていた。子供ができるまでの我慢と思って耐えていたけれど、ある日、そんな私の心が折れる事件が起きた。二人で買い物とか久しぶりだね。そうだな。最近休みの日はスウェットばっかり着てたのに、そんなおしゃれな服買ってどこ行くの？まあ、ちょっとな。あ、ねえねえ、この服可愛くない？お腹が大きくなっても着られるし、買っちゃおうかな。ゆうすけ、聞いてる？ああ、いいんじゃないか。本当？試着してみようかな。ちょっと待っててくれる？しかし、買い物を終えて店から出ると、ゆうすけの姿がなかった。あれ？どこに行ったんだろう？トイレかな？下手に探しに行くより、ここで待ってた方がいいよね。それからしばらく待っていたが、ゆうすけは戻ってこなかった。もしもし、ゆうすけ？今どこにいるの？電話したゆうすけの返事は驚きのものだった。え？もう帰ってるけど。は？え、何？どういうこと？帰ってるって、家に？ああ。え、なんで？いやー、なんか、ショーウィンドウに映るお前を見てたら、一緒にいるのが恥ずかしくなったんだよな。え？店の人も、お前みたいなのにあの服着てほしくないんじゃないか？マイナスアピールになるからな。ゆうすけに言われた言葉に私は何も返せず、なんでこんなことまで言われないといけないのか、私が悪いのか、悲しさと悔しさでただただ涙が出た。帰ったらもう不妊治療はやめるってゆうすけに言おう。ただいま。いやー、マジできつかった。一人で出かけたら不自然に思われるかなと思って誘ったけど、一緒にいたら俺がデブ戦だと思われるだろ。だから置いてきた。これ私のこと？誰に話してるの？大丈夫、来週は一緒にいられるよ。行きたがってた高級フレンチ予約したし、ちゃんと服も新しいの買ったから。は？わかってるって。俺だって本当はかなこと別れて今すぐユミと一緒になりたいんだからな。じゃあまたな。ゆうすけ、いたの？てかマジであのワンピース買ったのかよ。よく売ってくれたな。そんなこともうどうでもいいわ。ユミって誰？その人と出かけるための服を私と買いに行ってたの？なんだよ、聞いてたのかよ。盗み聞きとか卑怯だぞ。大声で電話してるからでしょ。ねえ、浮気だよね。ああ、はいはい、そうだよ。会社の後輩で25歳の若くて細くて可愛い子だよ。お前とは真逆のな。なんでよ、私が何のために我慢して頑張ってるか分かってるよね。だってお前どんどんデブになっていくし、治療のせいだって言っても度が過ぎるだろう。俺は結婚しても美意識が高くて綺麗な人がいいんだよ。お前が体型も維持できないだらしないやつだとは思わなかった。ひどい、よくそんなことが言えるね。本当のことだろ。お前みたいなデブとはもう一緒にいたくないんだよ。ゆうすけの気持ちは分かった。私もこんなこと言われて一緒にいられない。離婚してください。こっちのセリフだよ。こうして私たちの結婚生活は終わった。もちろん私は不妊治療もやめた。それから5年後、突然知らない番号から電話がかかってきた。誰だろう。はい、どちら様ですか？かなこ、俺だよ、ゆうすけ。どちらのゆうすけさん？なんだよ、元夫の声も覚えてないのか？っていうかお前、直進拒否するなよ。はぁ、
離婚して5年も経つのに今更何の用？ちょっと話がしたいんだ。すぐに済むから会ってくれよ。な、いいだろ？いいわけないでしょ。もう切るから。あ、ちょっと待ってくれ、カナコ。このまま切るなら職場まで行くぞ。まだ変わってないことは知ってるんだからな。いいのか？はぁ、わかったわよ。すぐ終わらせたいから公園でいいよね。あ、どこでもいつでもいいから。こうしてユウスケと5年ぶりに会うことになった。俺が悪かった。俺とやり直してほしい。急に呼び出して何の話かと思ったら、そんなこと？後輩のユミさんはどうしたのよ。若くて細くて美意識が高いユミさんと幸せにやってるんじゃないの？それがユミのやつ同棲始めたらとんでもないズボラでさ、手作りのご飯なんて全然作ってくれないし、部屋も汚いし、結婚はまだ早いって散々散らされた挙句に俺の貯金全部使って他の男のところに行ったんだ。最低な女だった。やっと気がついたんだ。やっぱり俺にはカナコしかいないって。俺ともう一度やり直してくれ。俺は本当にバカだよ。カナコがこんなに美人だったってことを忘れていたなんて。自分で自分が情けない。そう、私はユウスケと離婚し、不妊治療もやめてストレスがなくなったことで、今ではすっかり元の体型に戻っていたのだ。どうせ会社まで来て私のこと見たから電話してきたんだろうけど、ユウスケは本当に変わってないな。私なんでこんな人のこと好きだったんだろう。私にとってユウスケは電話がかかってくるまで思い出すこともなく消え去っていた存在でしかなかった。貯金はなくなったけど、俺たち二人ならまた仲良く暮らせるよな。早速かなこの部屋に引っ越して一緒に住み始めたいんだけど。何言ってるの？私の生活にあなたが入る余地なんて一切ないんだけど。え？どういうことだよ。あなたと離婚してもう5年も経ってるのよ。私はもう新しい家庭を築いて自分の人生をちゃんと進んでるの。は？お前再婚してたのかよ。なんで言わないんだよ。なんで言う必要があるの？元夫なんて赤の他人でしょ。それはそうだけど、でもどうせ大したやつじゃないだろ。俺の方が絶対優良物件だって。ちなみに夫は歯医者の開業医だけど。は？そんなやつが簡単に見つかるわけないだろ。嘘つくなよ。ダイエットのために通い出したジムで出会ったの。あなたのこと話したら最低な男だねって言ってたわよ。うん。ちなみに去年子供も生まれて家族3人幸せに暮らしているので、ご心配なく。子供まで？不妊治療をやめてもちゃんと子供を授かることができた。今の夫と子供は本当に大切な宝物なの。あなたみたいに不誠実な人が私の人生に関わることはもう一生ないの。会うのもこれが最後よ。もう二度と電話してこないで。街で見かけても間違っても声なんてかけないで。いいわね？うん、本当に反省してるんだ。俺が悪かったって。人のこと散々バカにして見下してた人間の言うことなんて信用するわけないでしょ。こうやって話している時間も無駄なのよ。そんな。じゃあね、もう本当に二度と会わないから。うん、会社に来ても無駄よ。もう仕事は辞めて夫の病院を手伝うことになってるから。俺はどうすれば。共通の知人に聞いたところ、ユウスケはユミに貯金を使われていただけではなく、多額の借金の保証人にもさせられていたらしい。給料のほとんどを返済に充てている状態で、生活はかなり苦しいんだとか。お金に困ったのもあって私に頼ってきたってことね。何が優良物件よ。ただの事故物件じゃない。この番号も着信拒否完了っと。念のため週末にでも電話番号を買いに行こう。辛いことや悲しいことがあったけど、私は今家族と一緒にとても幸せに暮らしている。対して自分勝手に人を傷つけたユウスケには孤独と借金しか残らなかったようだ。